こんにちは、ワールドリエタスです。今日は最近お気に入りのファンデーションを紹介したいと思います。それがねこちらです。アルビオンスマートスキンベリーレアっていうファンデーションなんですけど、中がこんな感じになってて、パウダーファンデーションみたいな感じに見えるんですけど、実は生チョコみたいな質感で、こうベリーレアっていうだけあって、体温でちょっとこう溶けてお肌に馴染むっていうような感じ。これがね買った時にもらったパンフ、これが8月18日に新しく出たファンデーションなんですけれども、レアな肌溶け、レアな素肌感から、リキッドでもなくパウダーでもない、とろけるレアし、とろけるレア食感が、もう一回食感じゃない、とろけるレア感触がじわっと肌に一体化して、上質な素肌も嫉妬する究極の素肌美へ。ツヤがあるのにふんわりしてくれる、カバー力があるのに素肌っぽい、下地がいらない、これ下地がいらないのがめちゃくちゃいいですよね。すべすべなのにしっとりした潤いが続く、乾燥と皮脂崩れを防いで美しい仕上がりへ続くということで、ファンデーションこう4色展開になってるんですけど、私は2番の自然な明るさのナチュラルベールジュ、早速使っていきましょう。もう本当にこれ時短で、今スキンケアが終わった状態なんですけど、まあ、でも SPF もね、 SPF33PA3+ で入ってるので、ちょっとしたお出かけとかだとこれだけでもいいし、あとはなんかもうちょっと外に出る機会が多いっていう時は下に日焼け止め塗ったりとかします。ファンデーションが中身レフィルが4000円、ケースとパフ付きで1000円って感じで、トータル5000円、早速つけていきたいと思います。パフに取って、頬の高いところからスーッとのせます。スーッとのせます。ほら、もうこれだけでいい感じやな。これはね、書いちゃったんだけど、このシミとかがね、どうなるか今見ててください。ちょんちょんと取りました。取りましたら、パフについてるやつで、顎とか鼻の下とか、なんかめっちゃカバー力がある。でもあんまり一気に取りすぎて全体につけてしまうと顔面がもう平面になっちゃうので、はい、これで OK なんですけど、これはコンシーラーとかにも使えるよっていう風に教えてもらったんですけど、ちょっと指にとってこのシミとか赤み気になるところにちょっと重ねて、だからもうこれ1個で日焼け止め、下地、ファンデーション、コンシーラー一気に塗っちゃうみたいな感じで、ほらめっちゃカバーされた。すごい、忙しい朝もバッチリな、めちゃくちゃいい、アルビオンスマートスキンベリーレアファンデーション、めっちゃおすすめなので、気になった方はぜひ使ってみてください。バイバーイ。